どうも、イナルマです。はい、今回はですね、柔らかく打つための練習方法ですね。で、一番いいのがバン、短いバット、短いバット、これね、めっちゃ大事です。よく、ロングティーとかでロックバットでやったりする選手結構いるんですよね。ヘッドの重みを感じるとかね。で、その中で要はまずバッティングで大切なので柔らかさが必要なんですよね。いや、柔らかさがあったらバット止まるんですよね。こうやって要は硬かったらそのままバーンって出てきちゃうんで、もう止まらずに行っちゃうことも多いんですよ。で、それを要はね、柔らかくする一つの練習アイテムとして短いバット、これがすごく重要です。これがすごく重要なんで、こんだけ短いかっていうと、本当ね、これをね、しならせるように振るってめっちゃ難しいんですよ。これ多分僕みたいにこう軽く振って柔らかいですかね。誰がどう見たら多分柔らかいと思うんですよ。これが多分ほとんどの人は硬いですよね。なんかこんな感じで振っちゃうと普通の長いバット持った時ももっと硬くなっちゃうんで、だからこれでふにゃ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 で打てるぐらいまで柔らかく使って、そうすると普通のバット使った時に柔らかさがさらに出てね、あのヘッドの重みよく感じるんでね、対応しやすいということなので、この短いバットでね、やっていく練習方法をお伝えするんで、ぜひ皆さん見てください。素振りやっていきます。はい、ということですね。早速やっていきます。で、まず持ち方としてはもうこの短いバットなんで重み全然感じないんで、まずね、ガーッて握ってください。グーって握って、握るとね、もうバットの重みゼロぐらいになるんですよ。もうここに重み感じるんですよ。じゃなくてグーってやって、グーって握る、握って握って握って、いきなりふわって力抜く。じゃあ一気にヘッドの重み感じるんで、その時の持ち方がベスト。こういう感じで持つ、持ちます。で、握り方としては柔らかく握る、打つための握り方はこの3本、これ1回紹介してないな、この3本、人差し指、中指、親指、この3本で軽く握るようなイメージ。ダメっすよ、こんな小指とか薬指で握っちゃうとダメっすよ。ほんと軽くね、握る、ふにゃ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 。で、イメージはミドルマンスイング、多分皆さん見ていただいたと思うんですけども、イメージはほんとね、このお尻からバットが出てるようなイメージ。この時に、これ素振りなんでね、目線とかね、こんなん金銭区でいいんで、柔らかく打つための方法ですよね。で、膝とこのヘッド、一緒に落とす、落とす、落として、こんなイメージです。普段これ誰でも柔らかく振れるんで、要はこの感じでずっと、本当遊び感覚が一番ベストですね。こんな感じで振っていく、これをもうずっと振る。で、絶対これやってたらね、飽きるっていう時あるんですよ。飽きたーと思ったら次ね、これでね、全力で振ってほしいんですよ。全力でこれね、スイングスピードにもつながるんで、こうやって短いバット、もうめちゃめちゃ軽いバットを、もうこれが来たーと思ったら、このイメージでこんぐらい振るんですよ。じゃあ、要はね、重たいバット振るよりもこういう軽いバットをブンと振った方が体のキレも増しますし、スピードも出るんで、スイングスピード速くなるんで、なのでめちゃくちゃおすすめです、こういう短いバット。なので柔らかさもつけるし、あ、なんかちょっと飽きてきたなと思ったらスイングスピードを速めるためにブーンと振ってもいいですし、二刀流です、今流行りの二刀流の意味合いが違いますけど違いますっていうのもあるんでね、皆さんこの素振り、膝とこの上ヘッドを一緒にこうやる、スポンと使うようなイメージ。飽きたら全力で振る、持ち方は一緒ですよ。全力で振るときの持ち方は一緒です。こっちのね、小指と薬指でグッと握っちゃうとね、ヘッドの重み感じないんですよ。この3本で握った方がヘッドの重み感じるんで、この
まあ、3本握らない、人差し指中指で握るっていうのを意識してやってください。 T やっていきます。次ね、はい、次はね T バッティングやっていきます。 T でね気をつけてほしいのは、 T ボール来るとね絶対みんなほとんどの人が硬くなってバーンって出ちゃうんで、これ絶対やめてくださいね。そのまず悪い例やりますね。お願いします。こんな感じで多分なりがちなんですよ。こんな感じ、これはやめてほしいです。絶対に硬くなるんで、さっきのスイング意味なくなるんで、さっきのスイングのイメージ、膝とヘッド落として使うっていうイメージでちょっとやりますね。よろしく。柔らかいですよね、これですよ。もうこの柔らかさで、このバットの短さで何センチだ、60センチ、で柔らかく振ることができたら、もう80センチのバットなんでもっと柔らかく振れるんで、重みもあるんでね。なんで意識はめっちゃ意識してほしいです。180度意識変えてほしいです。硬い方、ヘッドと膝をうまく柔らかく使って柔らかく振っていく。でイメージついたら強く振ってもいいですよ。強く強く、膝も柔らかく、膝とヘッドをうまくこうね落としてくるようなイメージで振っていく、そうすることによって、ボールが来た時もね柔らかく振れるようになるので、短いも60センチぐらいがベストかなと思うんで、ぜひ皆さんやってもらえたらなと思います。はい、いやー、すごいとね、Tでやっていきました。で、この短いバットを使っていくにあたって、大事にしてほしいことは、もうこれ僕よく言うんですけど、遊び心、これは常に持ってほしいです。こうね、これ振っててもね、やっぱりね、これを見てね、わからない子もいると思うんですよね。なんかうまく柔らかく振れへんなと思う子も絶対いると思うんで、そういう時にはね、遊び心、ほんとね、おもちゃみたいなんですか、まずは、ね、そっからでも全然 OK です。分からなければ本当ね、軽く振る、軽くニャフニャ、何体人間みたいなニャフニャ、そんなイメージから始めても全然 OK です。ただこれをなんでやるかというと、柔らかく打つため。例えばね、次の日めちゃめちゃ柔らかく打つじゃなくていいんですよ。本当ね、 0.01 でもいいんですよ。 0.02 でもね、次の日だったらちょっと柔らかくて、次の日だったらちょっと柔らかくて、その積み重ねめっちゃ大事なんで、たとえ1日やっていくと柔らかくてんからやめようとかじゃなくて、それ積み重ねる選手が絶対上手くなっていくと思うんでね、本当こう柔らかく振るっていうアイテムではすごくね、この短いバットがいいので、なおかつスイングスピードもね、上げやすい短いバットをブラッとこう振ってればね、キレがつくんで、なのでそれも含めてすごくいい、練習方法なのでね、練習アイテムでもあるんで、ぜひ皆さん、やってもらえば嬉しいかなと思います。またいろんなね、練習方法を紹介してくださいというコメントいただければ、僕もお答えしようかなと思うので、ぜひコメントをどしどしお待ちします。いいですか。はい、まあ、その短いバットが一番理想だと思うんですけど、はい、短いバット持ってない人たちってなんか代用できるものとかあったりしないですかね。あります。鉛筆鉛筆はちょっとむずいな。鉛筆はちょっと難しいかな。あれですね、よくお母さんの洗濯でパッパッパッするような、ああいう棒で、細い棒なんでもいいです。これぐらいの長さの棒があれば全然 OK ですね。で、全然いいですか、普通のこんな棒でも、鉛筆ぐらい細い棒でもこれぐらいの長さあったらいいですよ。60センチ、ほんまっすよこれ。それでも重み感じれるんで、でも持ち方がね、この散歩でいいんじゃないですか。これこのね、人差し指、中指、親指で握ることによって重みめっちゃ感じるんで、これバッティングのめっちゃヒントっすよ。これバッティングのめっちゃヒントっす。振り切った、でも振るときもずっと
そこだけを言ってイメージ、そうです、うん、絶対そうです、絶対そう。ありがとうございます。なんでそんなんでここなのかなって思って知りますよね。全部言っちゃうとね、良くないんでね、またね、ぜひ、次の動画も見ていただいたらなと思います。本日は以上です。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。